乗鞍高原をハイキング。長野県松本市安住すずらんにある松本市乗鞍観光センターをスタート。オルガン橋、炭焼窯、あざみ池、牛留池と歩き、休暇村に立ち寄りました。冬はスキー場になる温泉ホテルです。最後は善五郎の滝を見ました。松本市の特別名勝になっている素晴らしい滝です。ゴールした後は近くの湯煙館で温泉に入りました。素晴らしい温泉でした。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は乗鞍観光センターにやってきました。残念ながら雨が降っておりまして、乗鞍だけ全く見えません。ここは駐車場とても広いです。しかし車中泊禁止と大きく書かれています。乗鞍岳登山の時はここでバスに乗り換えて行く必要があります。一般車両乗り入れ禁止となっています。トイレに大きく車中泊禁止と書かれています。熊に注意。このトイレは大きくて、まあ、古いんですが比較的きれいに維持されています。洋式ですが温水便座ではないようです。観光センター、乗車券売り場、時間はこんな感じです。大人往復4,000円。では乗鞍観光センターを出発しまして、歩いていこうと思います。今日はお天気悪いので乗鞍だけに登山するのではなくて周辺をハイキングしたいと思います。ここにも分かる、ここ行って、はい、こう行ってこう行ってこう行って、まあこの池に寄れれば寄って、こう行って、この牛留池を回ってこう行って善五郎の滝を見て帰ってきます。何かイベントをやるようで、ここイベントのスタート地点のようですね。そうやったら安心だよね。あ、非常に安心ですね。はい、熊が怖いオーバーでした。でおじいちゃん何もでいくつもあった。野鳥発見。どこだ。どこよ。見えない。あ、見えない。あそこをついばんでいますが。わからない。わからないんですね。わかった、わかった、わかった。ずっとシャドウを歩いてきまして、ここに善五郎の滝1キロという看板があります。帰り
前後の滝を見てからここを戻ってくるということです。まずは左側の道を進みます。プチホテルアルピノの前を通って行っております。ちょっと雨ひどくなってきましたね。おばあはカッパで行っておりますが、私はモンベルのこの日傘兼用の傘で歩いて行っております。カッパ着ると暑いんでね、なるべく着たくないんですよ。ここで、あ、シャドウなくなって、はい、遊歩道になるようです。一ノ瀬 1.2 キロオルガン橋、綺麗な渓流。柵がありました。これは鹿よけでしょうね。熊よけだったら怖いわ。雨が上がって太陽は差してきました。嬉しいね。合流地点にやってきました。この道ではなくてそのまま直進のようです。この下に広い駐車場が見えました。車が1台だけ止まってます。で、向こうに東屋が見えますね。東屋までやってきました。多分ここにベンチがあるということは、この正面に乗鞍岳がドカーンと見えるんでしょうね。残念です。カフェ&ギャラリー、クルム閉まってるようですね。綺麗な建物です。で、さっきの広い駐車場はこれで、この横をさらに進んでいきます。地図がね、たくさんあるんで安心ですよね。現在地があそこです。左に行ったらいいんだね。わかりました。で、一周して、はい、あざみ池をくるっと回って、うん、牛止め池に行くというルートだそうです、うんね、炭焼き釜、あれですね。うつぼぐさん、あざみ、あざみ池到着です。あざみたくさん咲いてましたね。これがあざみ池、水草がたくさん茂ってますね。ちょっとおばあ寄ってください。一周しましょうよ、うん、ここに説明があります。どうしてあざみ池というの。池の形が切れ目の多いあざみの葉に似ていたためだそうです。あざみが咲いてるからじゃないんだでも咲いてるよね。熊よけ、もういい熊さんが何事かと思って見に来るよ。これで峠まで来たかな。東屋がありました。牛止め池、こちらになってますね。ちょっと眺望はありませんね。分岐点まで歩いてきました。これを直進すると善五郎の滝と休暇村で、我々はまず牛止め池に行くのでこれを下ります。はい、また熊よけ、珍しい形の赤松、赤松だよねこれ。いや、それは通る人、面白かったら通る人おるやろ、うん、
絶対よ、やるだね、みんな、絶対やるよ、書いてなかったら。牛止め駅まで歩いてきました。あそこに立派な展望台があります。じゃあそこでランチにしましょうかね。うん、眺め素晴らしい。まあ、池を見たら分かる通り雨降ってるんですよね。で、乗り車は見えずです。じゃあここでランチしましょう。現在地ここですね。現在地ここですよ。だからこう行って全国の滝経由でこう帰るんだね。はい、そういうことですね。今日のランチはおじいはセブンイレブンで買ってきたチキンカツサンド、潰れています。おばあはおにぎり、からし明太子と梅ですね。で、だし巻き卵。20分ほどここで休憩しました。それでは先に進もうと思います。この先が休暇村だと思うので、まずそこに立ち寄ります。牛止め池から外れまして、休暇村の方にやってきました。そこに見えてるのが旧鎌倉の建物です。大きいですよね。で、ここに観光センターから出たシャトルバスが着きます。ここはスキー場でもありますので、スキーシーズンはここまでということですね。あ、車だいぶ来てるわ。今日雨なんですけど、やっぱり来る方いるんですよね。これがスキー場です。ゲレンデ、はい、あ、立派な建物ですよね。中部山岳国立公園休暇村乗鞍高原。あ、そうですね。これ登山靴で入っていいのかな。あの人登山靴だ、よかった。レストランにやってきました。朝食、昼食、夕食ですね。乗鞍サーモン丼3500円、1日5食限定だそうです。いや、美味しそうだわ。意外と普通に、普通の値段ですね。お掃除はロボットがやってました。ここは喫茶ですね。では滝に向かって歩いていきます。現在地がここなのでですね、はい、滝に台を経由して、観光センターまで行くと。私たちはここから行ったから、ここまで行って、そうですね。で、最後はここで湯煙館で温泉だ。前頃の滝まで歩いてきました。この下に見えるのが前頃の滝のようです。あそこに橋がありますね。で、その向こうがこう舐めていった滝があります。あ、そっち、前頃の滝はこっちだそうです。あ、こっちか。あ、見事じゃない。歩いてる時に舐め滝が見えたので、それかと思ってました。これなのね。ああ、松本市特別名勝前五郎の滝そうですね、ここは絶好の撮影ポイントですね。あ、そうだ、向こう行こう、うん、橋を渡ります。素晴らしいじゃないですか、これ。
滝の名は昔大野川の里に住んでいた善五郎という木こりが滝で釣りをしていたところ、かかった大きな岩穴に滝壺へ引き込まれそうになり命からがら逃げ帰ったことを里の人に話したことに由来します。約4万3000年前、乗鞍火山の高間ヶ原火山帯から流れ出た番所溶岩の中にできました。わあ、びしょ濡れ、水も滴るいい男、誰のこと。この縁も綺麗ね、青いわ。カキゾレ渓谷は緑色の水だったんですが、ここはブルーの水ですね。歩いてきてる時、このナメタケが見えたんですよね。この落差、舐めていっております。うわ、舐めたきですが、ちょっと見えない、ちょっと見えにくいね、ちょっと見えにくいです。100メートルほど寄り道して滝見台にやってきました。おお、確かに滝見台というだけのことはあるわ。いいですね、滝の背景に乗鞍が見えるはずなんですが見えません。上がどうなってるか分かるよね。はい、善五郎の滝でした。シャドウが見えてきました。これ多分来た道だと思うんですが、あ、そうそう、あそこから入ったんですよね。はい、確かにそうですね。はい、オーバーゴールです。やりましたね、おばあさん。ここまでで2時間43分 7.63 キロ、標高差231メートルでした。お、意外との棒を言いましたね。はい、大変でした。でも、入浴前の温泉前のね、ちょうどいい、半日ちょこっとこう散歩するのにはいいコースですね。お金かからないのが良かったわ。バス4000円だもんな。さすがにビビるわ。まあ乗鞍岳見えなかったのは残念です。あ、コメント欄で乗鞍岳は岐阜県じゃないですかっていうような質問があったんですが、山頂は山梨県、あ、長野県と岐阜県の県境でして、山頂にはお宮が2つあってですね、長野県側のお宮と、岐阜県側のお宮と両方ある場所です。だから両方が正解です。湯煙館にやってきました。乳白色の天然温泉、入湯料は730円ですが、ニフティ温泉でクーポンがありまして、100円引き630円のクーポンゲットしましたので今から入ります。ちょっと雨ひどくなってきましたね。受付時間10時から20時まで。まあ、ビール650円ですね。コースに持ってますので、はい、これが1人1枚ですよね。ピザ1350円、フライドポテトとか。お風呂出てきました。噂にたがわぬ乳白色の素晴らしいお風呂でした。広い内風呂と
どれぐらいですかね、 7,8 人入れるぐらいの露天風呂がありまして、露天風呂からは乗鞍だけがバッチリ見えそうな感じでしたが、今日はまるで見えませんでした。はい、では信州安曇野の牛乳を買ってみました。これで一息入れます。160円、出てきました。この出たところに足湯がありますね。無料で入れるようですが、今日はお湯を張っていませんでした。いや、よかったよかった。あ、前回はね、そこの無料の温泉に入りましたね。それじゃないでしょ、もっと掘ったて小屋っぽいやつだったよ。うん、このもうちょっと下ですよね。もうあの熊さんと混浴みたいな感じのところでした。無料だけにスリル満点。いや、お金払ってもこっちの方が良かったわ。そのままの方がなんか林になってるもんね。そうそう、普通はね、さすがにちゃんと